粘土的マチュールの物質を優先しつつイメージ的なものを少しだけこう立ち上げるみたいな。でそういう時にやっぱでもハートがないと描けなくて、その時のなんかモチベーションであり進めていく上で そのテーマっていうのが図形的登場人物で、うん、今回のピックアップアーティストは西村由美さんです。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ご紹介お願いします。はい、西村由美さんです。図形的登場人物と粘土的なマチエールという要素を軸に物語と物質を拮抗させることで絵の可能性を探る得意な絵画作品で知られています。これまで第3回キャフ賞、保坂健次郎賞受賞のほか、その作品は高橋コレクションに収蔵されています。図形的登場人物、はい、あ、はい、マチエール的、はい、粘土的マチエール、あ、粘土的マチエールということで、今日はなんか自分の作品にとって大事 なんか縦糸と横糸の話をしたくて、うんうん、はい、でちょっと見ていただきたいんですけど、粘土的なマチエールというものとその図形的登場人物っていうこの2つが折り重なって作品ができていて、そもそもマチエールってもしかしたらご覧になっている方何って方もいらっしゃると思うんですけど、あのフランス語で、まあ絵肌っていう意味で、日本では本当に画家とかの間では絵肌っていう意味でもう浸透している言葉なんですけど、その質感みたいな、はいはいはい、そうですね、そうですね、材質とか、うんうん、まあ、その表面のあり方みたいなことをマチエールって呼んでます。絵肌って、はい、そうですね。で、なんか粘土的なってなんだよって話なんですけど、うん、これは自分で名付けちゃった名前で、なんかある程度描く対象のイメージに沿いながらも物質としての姿も結構前面に見せるみたいな、うん、そういうなんかイメージと物質の間をこうなんか割とどちらも少しずつ含んでるようなその可変性のある曖昧な態度を粘土的だなって思って、うん、それを粘土的と表してるんですね、はい、例えば今まで その作家さんのマチエール絵肌感でいうとどういうイメージ、どういうものに興味を持たれたんですか。まあ、こういう感じ あのフォートリエの人質っていうシリーズがあって、うん、このシリーズはそのフォートリエを有名にあの著名な作家として押し上げたシリーズなんですけど、彼フランス人 でその戦時中にまあその、まあ敵国によってこうちょっとあの、まあ、ひどい目に遭ってしまった犠牲者みたいなものをテーマにそういう、まあ、こういったような形の顔の絵を飾ってたんですね。で顔にこうボコボコのマチエールがあって、そこにちょっと青白い粉がまぶしてあったりとか、ちょっとしたその絵の具の振る舞い所作だけでなんかその怖さとか危うさとかなんかこれは何だろうって結構引っかかるものがあって、すごい伝わってきたんですよね。このなんかボコボコの街絵の上にこう黄色と青白い色が乗っかってる手を見て、当時85ぐらいだった祖父の手を思い出したりとか、なんかそこからさらにいろんなイメージも浮かぶし、なんか糸みたいなのもなんか分かんないけど雰囲気的には伝わるしみたいなことで、絵の具の物質性の表現だけでなんかその物語性を醸すことができるみたいなことを知って、なんかすごいなって思って、先天的に初めから付く塗り置かれた集積に絵の具がまぶされたり線が引かれたりする、うんうん、物質が先にあってそこに物語が吹きつけられるような、そういう制作行為が実際にフォトエとかその粉色彩の粉をまぶしてこう上に乗っけたり、うん、枠組みとかそのタブローみたいなものを、はいはい、もう一度こう配していくというか、そう、図形的登場人物というのは、はい、じゃあそこからどのように、はい、今のがまあ横糸の話で、うん、じゃあ次縦糸の話になるんですけど、図形的登場人物っていうのは不完全小文学の研究者のマックス・リュティさんって人が名付けた、専門用語で、要は昔話とかに出てくる登場人物のが物語の構造にどういう扱われ方をするかっていうのから分析して名付けた名前で、ちょっとまず抽象的に言うと物語のシステムが話の展開をこう優先するために個人としての描写とか感情表現を省略された登場人物のことなんですよ。その出てくる登場人物は物語によって受けた影響とかその内情とか一切関わらないでシカトされて
話をこう小気味よく起承転結でこう進めるためのなんか道具にしか過ぎなくて、なんかなんか登場人物のことどうでもよいんですよね。でだからなんかそのマックス・リーティさんは話の筋を優先するためにその存在にというかその身体的内面的な描写をされない登場人物っていうのは紙みたいにペラペラで図形のようにこう記号的な薄いものだっていうそういう特徴があるって言ってなんか図形的登場人物って、私もその図形的登場人物ってものにすごく関心を持つようになって、でこれとかその犬石物語っていう話がテーマで、結構日本の昔話の中になんか主人をかばって石になっちゃう犬の話があって、でもそのなんか犬が石になっていく過程とか犬の気持ちとか書かれてないんですよ。だからこの場合図形的登場犬になるんですけど、なんかその犬が石になるその過程みたいなものを、テーマに書いてて、でそこにさっき言ったその物質をこう尊重しながらこう物語を醸すそのマチエル表現みたいなのを掛け合わせてやっているみたいなところがあって、それらがこう結構重なってこれはできて、具体的にはこれどういう工程から始めてるんですか。やっぱりまずその素材をまず押さえていくっていうとか、そうですね、なんか例えばちょっと違う作品なんですけど、なんか割と本当に最初は何も描かないっていうか、絵の具をぶちまけてなんか現象を作るんですよ。でそれが乾いたらそれを取っかかりになんかとりあえず形を作ってみて、まあ、その絵の具の物質をちょっとこう遊びながらこう描いていって、 でもなんかそうなっていくとなんか迷子になっちゃうっていうか、結局挿絵の再現を目標としてないけど、でもこう物語のイメージに依拠しながら描いてるから、なんかだんだんそのあまりにも具体的なイメージが出てこなくなると困っちゃうんですよ。なんでだから描き続けてたらだんだんちょっと耳とかを描いてみて、なんかそうすると一気になんかちょっと次に進む一歩みたいなのが見えてくるんですよね。なんかそういうなんか座標みたいな感じでその図形的登場人物ってイメージを使っていて、はいって感じでこうやっていって、でまたこうそれをまあ追いかけていきながらイメージをまた壊して絵の具をかけてみたいな、こうなんかフォートレートは描き方違うんですけど、まあ、そのなんかなんですかね、最終的にはそのいろんな行為の上で成り立ったその絵の具の積層に最後ちょっとイメージ化するみたいな、行為が重なってるっていう、はい、なんか描きたいものを描いて線で表現していくっていうよりは、はいはい、結構偶然的にどんどんできてきてものに自分で最後乗せる、ね、乗せて決めるっていう感じなんですね。はい、そうですね、はい、だから絵の作り方の一部はさっきのその粘土的マチエルの物質のイメージ化っていう、物質を優先しつつイメージ的なものを少しだけこう立ち上げるみたいなことを使ってて、でそういう時にやっぱでもハートがないと描けなくて、その時のなんか制作する上のモチベーションであり進めていく上で そのテーマっていうのが図形的登場人物 でそういうなんかその個を無視してある種システム的に進んでいくみたいな、そういう構造はなんか自分も一人生きてる人間としてこう感じる理不尽だったりとか不条理っていう意味では結構共感っていうか、別に図形的登場人物は何もそんな共感してくれとか言ってないんで、勝手にこっちが感情移入してるだけなんですけど、結構理解できる共感できるみたいなそういうところがあって、それがエネルギーになってこうそれが結構絵に現れてるっていう、基本はやっぱその自分の直感性というか、はいはい、それもある種自分のこう主観性でここで止めたいとか、はい、ここに何か作りたいとか足したいっていう、はい、そのなんていうか感覚にはやっぱすごく柔軟でというか、はい、まあ、そこを大事にして作りつつ、はい、そこでこう 何にもこう取っかかりがないとあれだからっていうので、例えば今回は犬石っていうもの で、はい、でそれもいわゆる感情的だったり物語だったり、はい、ある具象性が入ってくると、はい、由美さんの手法にきっこうぶつかってしまうから、はいはい、ある図形的登場人物であることによって、はいはい、あるその自分のこの主観性だったりが担保されるっていうことになるんですよね。素晴らしいそんな感じ、はい、なるほど。でタイトルは何て言うんですか。
もうあの普通に「いにし物語56」ってあのもう便宜的に番号だけつけてて、そこはなんかあんまりなんかエモーショナルなタイトルをつけずに、でもまあ「いにし物語」がついているだけでその連想はありますよね。ヒントにはなるって感じで、だいぶこう絵画っていうもの自体に挑戦してってるのかなっていうあの印象なんですけれども、今後どういうふうに発展これはさせていきたいなと思います。そうですね。でも、いや、もう本当に早い話がフォートリエみたいに書いたらある種やりたいこと終わりっていう感じもあるんですけど、それつまんないし、なんか割とそこをきっかけにどういう絵ができるんだろうってことをちょっとやっていきたいので、それがちょっと今どうやっていくかってことでちょっと試行錯誤中なので、なんかその書き方をちょっといろいろと発展させていけたらいいなと思ってます。なるほど。これもねやっぱり生で見てみないとこの、ね、立体感って伝わらないと思うんですけど、ね、近々何かどこかで展示になる、はい、今年の12月に、尾道にある尾道市立大学美術館というところで、岸本スラッシュ際の上っていう名前で、グループ展をやります。尾道もすごい面白い場所なので、来ていただけたら嬉しいなと思います。わかりました。はい、じゃあこれからの活躍も期待しております、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます、はい、本日のゲストは西村由美さんでした、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。